皆様こんにちは。今回はゲットレディウィズミーをやっていきたいと思います。はい、でこれ使います。タイムシークレットのミネラルリキッドクッションナチュラルオークルを使います。そう、今日はねちょっと出かける予定があるのでゲットレディウィズミーを撮っていきたいと思います。はい、のせたらパウダーは、パウダーはまたこれ使います。タイムシークレット、こればっかり、これを、エルフのポインテッドパウダーブラシでのせていきます。はい、のせました。髪の毛は、そしたら眉毛はどうしようかな。コケット眉毛に久々に使おうかな。マックのコケット、今髪色明るいからどうかな。髪色がね暗い時はこのコケットがねすごい良かったんですよ。なんか濃すぎず薄すぎずみたいな。まあでも意外といけるかな。そう、今自然光でねやっぱ撮りたいと思ってるので、ちょっと夕方になるとすぐ暗いですね。まだね夏だから日は長いんですけどね、ちょっと考えなきゃはい、こんな感じでのせました。そしたらアイシャドウどうしようかな。あのシャーロット・ティルベリーのラグジュアリーパレットのザ・ドルチェビータ、ドルチェビータっていうカラー、赤っぽいカラー。アイシャドウブラシを洗わないと、もう色がそろそろ洗わないとだ。ここの色をまずアイホールにのせていきます。このルデリアムツールズの778番でのせます。したらもう早速この赤をのせていきます。これもね広めにのせます。このパレットしっとりしてていいですよね。まあ、あとでぼかすとしてこのラメを内側に入れます。これがね綺麗なんですよね。もうハワイに行きたいシャーロット・ティルブリーのものを買いに。ハワイだとなんだっけな、ノードストローム、ノードストロームでこれは買えます。このコスメをシャーロット・ティルベリーはノードストロームで買えます。セフォラとかにはねないんですよ。でこのコイルで目元引き締めます。そう、セフォラとかにはないので必ずねノードストローム行ってセフォラ行ってみたいな。アラモアナセンターにはどっちもあるので、そう、割とアラモアナセンターでお買い物します。でもねノードストロームラックとかに行けばあのデパコスがねたまにね破格で売ってるんですよ。私多分購入品でも紹介したと思うんですけど、マックのあのルビーウー、海外のルビーウーが、まあ、ミニサイズなんですけど、それがね1000円とか売ってて、ぼかします。なんなんですかね、限定のものとかが残っちゃったら安くなってるんですかね。アウトレット的な感じなのかな。あとはなんだっけな、もう1店舗ぐらいあったんですよ、そういう安く買えるお店が。私のねハワイのVlog動画で多分そこに載ってると思うんですけど、そうハワイ行きたいな、予定はないんですけどね。私のハワイ動画が好きって言ってくださる方がいて、もうめっちゃ嬉しい自分も行きたい。
したらこの NARS のハイピグメントロングウェアアイライナー8199番赤をラインで使おうかなと思います。最近あのいろんな色でラインを描くのにあのハマってて、白ももちろん好きなんですけど、黄色とかでそういう色を使うのにハマってます。でこの NARS のペンシル落ちづらくて、やっぱさすがだって感じですよね。下にもこれで入れようか。もう秋色よし。そしたらマスカラは、マスカラも赤だとちょっとくどいですよね。いつも通りメイベリンのラッシュエクステラスティングカールウォータープルーフになります。これもね、全然あの買い直してもいいぐらい好きなマスカラです。そろそろもう使い切るので買い直そうかな。これそしたら下まぶたは、じゃない、下まつげはダイソー購入品で紹介したこのカラーマスカラカーキ塗ってみます。一からで塗ってないんですよね。前回初めてちゃんと塗る。あーでも色ちゃんとカーキ出てくれます。ただボリュームとか全く出ないので、下まつげに下地を塗ってからこれを塗るとかの方がいいのかな。カーキ感あります、ちゃんと。もうね、あのダイソーハロウィンモードになってて早っと思ったんですけどハロウィンの小物とかすごいもう売ってました。早いなぁ。去年あのこうレースのね仮面をつけたやつ動画出したんですけど、早い。それもよくすごい考えたのに、またねハロウィンになっちゃう。そしたらシェーディングこれ使います。カラーポップのブロンザーオーブデリアムツールズの938番、ブラシでのせます。あ、おうち前髪か、前髪が大変なことに。で、チーク、これもダイソーの購入品で紹介したエルファーのプロフェッショナルチークオレンジ、これ使ってきます。前髪がこれね、良かったんですよ。ドゥーケアのブラシでのせます。前回クリームチークの上からのせてたんですけど、今回そのまんま、うん、かわいいこのオレンジで。ハイライトはこれ使います。ちょっと髪の毛が、これセザンヌのパールグローハイライト02番。このね02番が出てくるって本当によかった。うん、これダイソーの、あ、ダイソーじゃない、エルフのスモールスティップルブラシでのせてます。もうね、磨くように塗ってます。これで久々に会った友達のハイライトが綺麗で、それどこのって言ったらセザンヌのだよって言ってて、これじゃなくて1番の方だったんですけど、その子肌が白い子だった。やっぱ人の見てもめっちゃ綺麗だなと思って、本当にもうやばい、塗りすぎた、調子に乗ってはい、02番出てくれて本当に良かったです。そしたらリップはどうしようかな。ブラウン使いたいのでこのキスベールリッチルージュグローの04番塗ります。そして最後スプレー。今日はコラーゲンの方にしようかな。タイムシークレット。このチークめっちゃかわいい。オレンジ。なんか、色もかわいいんですけど、何の邪魔をしない。っていうか、めっちゃハイライト塗りすぎた系です。
髪の次髪の毛いきたいと思います。はい、髪の毛はまず結びます。今日はまあ暑いのでね、最近はしょっちゅう結んじゃうんですけど、前もやったかな、この髪型お団子にして、パッてここも引き出して、引き出して、お前髪は下ろすんですけど、あー、前髪は下ろすんですけど、引き出して、いっぱい。で、この毛先をお団子にぐるっとやるだけ。もう、いつもその髪型じゃんって多分思うと思うんですけど、本当にいつもこの髪型です。楽だし、湿気でね、どうにかなるってことないし、今ビダルサスーンのこの太いお手で巻いてます。熱い、これが熱い、これはね、ちょっとだけ切ったんですよ。あのインナーカラーを見せたく、インナーカラー入れたかったので、ちょっとだけ切って、まあ何もしないとこう目ぐらいなんですけど、このぐらいがねベストなんですけど、もうちょっと量減らしたいなと思ってて、そしたらかき上げヘアもできるしね、あの下ろすのもできるしみたいな、だから夏じゃない、秋ぐらいまでには量減らそうかなと思ってます。こっちの両サイドは伸ばして、ここだけ切るみたいな感じ。なんか巻き方おかしくなったけど、もういっか。で、この N ドットのスタイリングセラムで前髪だけつけてちょっとまとめます。あのハサミがねなくて、私前髪自分で切ったんですけど、普通のハサミで切ったら傷んじゃって、毛先がチリチリってなっちゃうので、声が、だから毛先に塗ります。ほんとおすすめしないです、自分のなんか変なハサミで切るのちゃんとしたあのダイソーとかでもある髪の毛切る用でね、せめて切った方がいいと思います。はい、こんな感じです。ではコーデに行きたいと思います。はい、コーデはこんな感じです。これね、 GU のハイネックの T シャツにリベッカのこのワンピースで、中はデニムを合わせてます。ちなみに靴はビーチサンダルが好きすぎてビーチサンダル合わせてます。で、バッグ、この島村の財布バッグがもう楽すぎてこれなんですけど、後ろがねリボンになってて、わかりますかね、ここがねリボンになってるんですよ、後ろ。はい、ちょっとね肌見せ抵抗あるなっていう方は T シャツと合わせてもめっちゃおすすめです。はい、私も結構出かけるとき自分のブランドリベッカの洋服を着ることが多くて、はい、これもね T シャツ合わせで最近よく着てます。とピアスもね、あのリベッカのものなんですけど、これもねめっちゃつけてて、そう、軽くてお気に入りです。はい、こんな感じで Get Ready With Me でした。もうねちょっと自画自賛なんですけど、自分のやっぱブランドのお洋服愛着あるし、これ本当に着てほしい。もう T シャツ合わせで着れます。ちなみに私の身長151です。で、私 S じゃなくて M サイズ着てるんですよ。それで丈はこれぐらい、すね中間みたいな感じの丈の長さです。はい、なので高身長の人はもうちょっとね、この膝ぐらいになっても逆にデニムが見えて可愛いと思います。で、裏地もついてるのでそこまでね透ける心配はないかなと思います。このワンピースも本当におすすめです。あのリベッカのお洋服、まあちょっと余談にはなるんですけど、リベッカのお洋服の私の合わせ方とか、こう Get Ready With Me でねちょいちょい紹介できたらなと思ってます。はい、はい、こんな感じで今回は Get Ready With Me でした。最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。